皆さんこんにちは。アトリエ G の絵画空間のチャンネルです。先週は夏休みをいただきました。今週は原点に戻って石膏デッサンです。2時間でどこまでブルータスを描ききれるか挑戦してみようと思います。ご視聴よろしくお願いいたします。今日描いているブルータスですが、本物は1539年後のミケランジェロの手になる大理石の石像です。初めてこの作品の本物を見たのは、34年前にフィレンツェに行った時でした。学生時代に何枚も何枚も描いたブルータスは石膏像でしたが、本物の大理石の凄まじい迫力は今でも鮮明に覚えています。ちょうど30歳の時、パリのリヨン駅からクシェットと呼ばれる簡易寝台列車に揺られてミラノへ、その後フィレンツェに入りました。街全体が美術館のようなフィレンツェ、子供の頃から憧れていたレオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロが500年前に見ていた景色と同じ街並みを歩いていると想像しただけで感動したのを覚えています。
ここまでで40分ほど経過しました。そろそろ木炭を鉛筆に持ち替えて細部の表現をしていこうと思います。残り時間は1時間20分です。ブルータスという名を聞いて、多くの方がローマ時代の皇帝シーザーを暗殺したブルータスを思い起こされるのではないでしょうか。シェイクスピアの戯曲ジュリアス・シーザーの中のブルータス、お前もかはあまりにも有名なセリフです。しかし、ミケランジェロが作ったブルータスは有名なブルータスではなく、そのいとこではないかと言われています。しかし、そのいとこもまたシーザー暗殺に加担していたそうです。
2時間が経過しました。まだまだ書き足りませんが、そろそろ筆を置こうと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye bye.